こんにちは、ダイスです。今回は洗車を、はい、していきましょう。はい、 BMW を洗車機にぶっ込んでみる、はいということで、うん、ドライブスルー洗車っていうのが24時間やってるところがありまして、はい、うちの車、うん、もう全然洗ってないんですよ。そうですね。で、汚いのはしょうがないかなって思ってたんですけど、うん、衛生的じゃないのは、うん、あんまりちょっと問題なのかなって思ったんで、今回は洗っていきたいと思います。はい、はい、なんで人がいたらやめようと思うんだけれども、うん、夜中なんで多分人がいないんで、うん、人と会わないようにして、はい、車をきれいにしていきたいと思います。はい、早速行きましょう。はい、行ってきます。今の量だと入れたらいいかなと思うので久しぶりに入れようと思います。もう月日が経ったんでそろそろ入れなきゃいけないんで、はい、それも入れておきましょう。はい、こちら BMW のディーゼル用ですよね。うん、QL オイル、QL オイルです。入れます。すごい久しぶりに入れる。押しながら閉めるんだ。できた。うん、で、中のを取るんだよね。はい、うん、中ので、開けて全部入れますよね。うん、はい、じゃあ開けてクローズこうですよね。クローズの逆でしょ危ない、本当にすいません、本当に危ないわこれはもう差し込んで入れていいんだよね。うん、クローズオープンだよね。失礼しました。入ったかな。抜いてみていいですか。うん、お、入りました。カナダ、はい、はい、今度はクローズね。クローズ、じゃあ閉めてこっち回しで、あ、できてきた。はい、じゃあ、はい、K を入れに行きましょう。はい、こちらです。宮島石油さん、うん、おお、まずは給油ですね。よし、はい、給油をしてきます。はい、来ました、ドライブスルー洗車。はい、到着。え、何、超高圧 Z? Z 予備洗浄付き、はい、2.5 往復です。はい、いろんなのがありました。1000円です。1000円です。はい、予約されました。お、最新で、はい、BMW でもこの洗車機はいけるっていうことで、はい、前進停止、エンジンを切ります。はい、洗車機も私久しぶりなんだけどいや、僕も洗車機は久しぶり降りてきた。これ自分が動いてる感覚になるよね。ダメだ、それが動くだ。自分が動いてる。違うんですけどね。洗車の機械が動いてくれてるんだけど、自分が動いてる感覚に陥ってくる。ダメだ、私動いてる感じがするの。横向いてればいけるんですよ。横向いててもダメだな。動いてる感じがする。
しい楽しい。まだ戻ってこないね。 2.5 往復なんでしょ、うん、そう。ありましたね。で、あと風が来て終わり。はい。風、風。上がった。前進。前進します。はい。ありがとうございました。で、キーパーの。お、コーティング。技術認定点になってますね。キーパーもやりたいっすね。そうですね。はい、家に帰って、はい、吹き上げをしましょう。はい、吹き上げます。上からですよね。うん、はい、上から吹き上げましょう。はい、いつまで来ちゃった、いいかな。ました。うん、よかった。
は、うん、本当はね、はい、スタッドレスタイヤを変えたいけど、ね、まだ変えてません、はい、で、アルミも、うん、綺麗にしたいですね。明るくなったら綺麗にしましょう。はい、はい、で、次内装もちょっと汚れてきてるんで、中もね、中も掃除したいです。安定に私はドアの、ね、上の方だけやらせてもらいました。フロントとか後ろとか下の部分はコードさんに任せたので、ゆくゆくは覚えたいけど難しそうですね。頑張ります。ということで今回は洗車、コイン洗車に行ってきたのと、あとはフュールオイルも久しぶりに追加をしました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you。